山陽食品札幌一番きのこあん秋限定香りそばきのこそば揚げ麺で粉末スープとかやくは最初から入ってます。麺は細めで弾力感に乏しく歯ごたえがぐにゃっとしています。スープは濁り感が強くちょっと甘めで混ざり物の多い印象です。きのこはいろいろ入ってますがそれ以上にごまの香りの存在感が大きいです。面白い味作りです。